どうも村田雄一です。エンジニアリングマネージャーをしてます。最高のですねグローバルエンジニアリングチームを作るということを、ミッションに日々活動してます。ツイッターとリンクドインやってますので、よろしければフォローいただけると嬉しいです。それからメディウムでブログ書いてます。興味あったら読んでいただけると嬉しいかなというふうに思います。さて本日なんですけれども、人を動かす最強の力、共感についてお話をしていきたいと思います。今朝朝起きてですね、ある一つの動画を見たんですね。やっぱり、仕事柄ですね、いろんな国との人と、一緒に、仕事をすることが多いので、どうしてもウクライナの情勢っていうのはすごく気がかりになってしまっていて、その周りのニュースだったり動画だったりとかっていうのをよく見るんですけれども、欧州委員会で、行ったフォンデアライン委員長の、スピーチが上がってたんですが、これがものすごく感動的で、まあ、ものすごく感動しましたという話ですと。で、まあ、そのスピーチの内容なんですけれども、まあ、今ウクライナの、方々非常に難しい状況に置かれていますと。で、そんな中ですね、もしかするとこの状況が、悪化してしまうと本当に世界を巻き込む、大きな戦争になってしまうっていう中で、まあ、彼らは命を懸けて戦っています、そんな彼らを私たちは見捨てませんっていうような、そういうような、内容の、スピーチになっていてなっていましたと。で、もともとこういう仕事をしているとですね、やっぱりこういろいろ国際的な、なんだろう、こう政治だったり、あとは地政学の話だったりとかがあったりするので、いろんな立場の違いからコンフリクトが起きてしまうっていうことは、まあ仕方がない、現実なんだろうなっていうのは思うんだけれども、やっぱりそういうことが起きるとすごくちょっと悲しいなっていう思いがありますと。で、そういった、中でですね、ものすごくこういう下手をすると大きな、なんだろう、世界を巻き込む戦争になってしまうみたいな状況に対して、人類一丸となって結束をして、そういった最悪のことが起こらないようにみんな知恵を絞って一丸となって対応していきましょうみたいなストーリーを結構見せられると、個人的にはかなりグッとくるものがあって、まあ、不覚にもというか、もう普通に泣いてしまいましたという話です。ちょっとその動画、感動的なので、まあ、ぜひ見ていただけたら嬉しいなと思うので、ちょっとリンクを貼り付けておきますので、興味ある方は見ていただいたら、嬉しいなというふうに思います。で、このスピーチなんですけれども、ストーリーの骨格にあるのは、まあ、ウクライナの人たちは本当に自分たちの、なんだろう、国を守るために頑張ってた、自分戦ってますよっていう話なんですけれども、それだけではなくて、下手をするとこれは世界秩序、今までこう過去こうなんか小さな、なんだろう、こう戦争とかは、なんだろう、こう第二次世界大戦以降、あれだけ大規模な、こうなんだろう、戦争っていうのを起こさないように国際社会が頑張ってきた、その秩序を、崩さないようにするための、なんだろう、戦争、それから自分たちの自由を守るっていう、そういう価値観を共有している人たちの、なんだろう、その価値観を守るための戦いなんだっていう、ストーリーに、欧州の人たちも、他人事ではないっていう形で動かされたっていうストーリーになってるんですけれども、実はこのストーリーを作り出したのってウクライナの大統領のゼレンスキー大統領って方なんですね。で、このゼレンスキー大統領、結構最近だとニュースには出てると思うんですけれども、非常にその人と共感をする、力っていうのはすごく優れているなというふうに思っていますと。で、まず最初に、先ほど言った通り、今回の戦いっていうのはもちろんウクライナの方々にとってみれば祖国を守るための戦いっていう形だと思うんですけれども、欧州の人たちから、なんだろう、いろいろな、支援を得るために、彼が言ったのは、ここのウクライナがやられてしまうと自由と民主主義っていう価値観を、なんだろう、侵されてしまうと。なので僕たちは、その自由と民主主義を守るために戦って死にますっていう、そういうストーリーを作って欧州の人たちを説得してるんですね。で、そういった中でやっぱりそういうストーリーを作られてしまうと、やっぱり EU の人たちからとってみるとものすごく共感ができることで、なので最初のうちは、なんだろう、いろいろ経済的な制裁だったり、あるいはもうちょっと直接的な支援だったりとかっていうのにもためらいを見せていた、EU の各国が全力でサポートをするっていうような機運ができたんじゃないかなというふうに思ってます。で、それからですね、もちろんやっぱり国民が、今一丸となって、こうなんだろう、戦って、なんだろう、こう祖国を守っているっていうような状況だと思うんですけれども、あれも非常に、ゼレンスキー大統領の、
SNS での発信がうまいなというふうに思ってましたと。まあ、首都キーウってものすごくベラルーシの国境の近くにあるんで、おそらく戦略的にはものすごく守りにくいところだとは思うんですよね。でなので本当にその要は国とか大統領っていうのを守るっていう意味で言うと、多分もうちょっとなんかこうどこかに退避するとかっていう手段もあったはずなんですけれども、そのあえてもう首都に残りましたと。いろいろな首脳閣僚も含めて私たちはここにいるぞっていう自撮りの動画を上げて、みんなで一緒に祖国を守りましょうっていう動画を発信したことによって国民一丸と結集しましたと。で今それのおかげで支持率 90% みたいなことになっていて、国民一丸となってこう祖国を守ると。なんならば今国外に出てしまっているウクライナの人たちもどんどんこう祖国に戻っていって、一丸となって国を守るぞっていう機運を作っているっていう状況が出来上がってますと。でさらにうまいなっていうふうに思っているのが、もともとこうテレグラムっていう比較的こうなんだろう、秘密裏というかこうあんまりこう証拠が残らない形で情報発信ができる、なんだろう、メッセージングアプリを使って情報発信をしてるんですけれども、ロシアの国内の中でもやっぱ若い人たちに関して言うとあんまり今回の動きに賛同できないっていう人たちがいますと。でそういう人たちに呼びかけるためにこのテレグラムを使ってロシア語を使って発信をするみたいなことをしましたと。でそういった発信っていうのが巡り巡って、そのロシアの国内の独立系メディアの方だったり、あるいは若い人たちの共感を引きつけて、かなりですね、こう体制に対して批判をするようなデモをするのが難しい国なのに、あれだけの数の人たちが立ち上がって今、反省のデモをやってるっていうのもまさしく彼の作った共感っていうのが動かした、力なんじゃないかなというふうに思います。我々日本に関して振り返ってみると、最近ちょっと気になるニュースだったところが、そのウクライナを、守る戦いをするためにそのウクライナ義勇軍っていうのを、募集しますと。でその上で、ウクライナ国内に入って外国人の方も一緒に戦ってくださいっていうのを今ウクライナ政府が、やっているんですけれども、そこに元自衛官の方が約50人ぐらい志願しましたっていうような話がありましたと。でこれもすごいこのゼレンスキー大統領が作ったストーリーに日本人が動かされた話だなというふうに思ってますと。もともと過去いろいろこういう紛争とかが起きることってやっぱり残念ながらあったと思うんですけれども、じゃあそこに日本人の人が立ち上がっていきますみたいな話ってあんまり今までなかったと思うんですね。それがなんで今回あったのかっていくと、やっぱりその自分たちの国は自分で守るっていうそういう姿勢を積極的に発信していくことでちょっと共感を得たんじゃないかなと。でさらに僕がなんだろう、こうあくまでちょっと想像では言ってるんですけれども、やっぱ元自衛官の方っていうともう退役されてるっていうことなので、まあ多分時期的にはまだその自衛隊みたいなのが世間一般からものすごくこうなんだろう、歓迎されている、いろいろな震災を経て、震災のなんだろう、こうが起こった時の救助活動とかをしていく中で、自衛隊にこうなんだろう対してこうすごくなんだろう理解を得られるようになったのって割と最近なのかなとは思っていて、その以前って結構その憲法との兼ね合いの中で自衛隊ってすごく難しいポジションだったと思うんですね。で場合によってはそれが憲法違反だみたいな意見とかもあったりして、ですごくこうなんだろう、国民全員から支持を受けたっていう立場ではない中で、自分自身は命を懸けて日本人の生命財産を守らないといけないっていう葛藤の中で多分戦ってきた人たちだと思うんですよ。でそういう人たちにとって今回のゼレンスキー大統領とウクライナ国民たちが、命を懸けて祖国を守るぞっていう姿勢って多分ものすごくこう心を突き動かすものがあったと思うんですよ。でそういうストーリーを SNS 等を使って発信をしているから、こういう今までこうなんだろう動かせなかったような人たちを、動かしているし、やっぱり共感の持つ力っていうのは本当に強力なんだなっていうのはつくづく思いましたと。まあ、いずれにせよですね、まあ、ちょっと今みたいに民間の方が巻き込まれるような形でどんどん事態がエスカレートしているっていうのは非常に良くない状況だなというふうに思いますと。でまた今回日本人の元自衛官の方が行くっていう話が、あったと思うんですけども、こういう感じでこう新たに人が武器を取って出てくのが正しいことなのかどうかっていうのはちょっと僕自身もよくわからないですと。
で、ただ、我々一個人としてもですね、このウクライナ情勢が少しでも安定していくために、まあ、できることっていうのはちょっと考えていく必要があるんじゃないかなっていうのは日々考えているところですと。で、そのためにはできることってなんだろうって僕が考えて、まあ、至った、まあ、二つの結論っていうのは、まずこういう、戦いっていうのは良くないよねっていう、共感の輪っていうのを広げていって、世界的にその輪を広げていき、とにかく、1分1秒でも早く武器を置くっていう、機運を高めていくこと。これは個人でもできることなんじゃないかなというふうに思いました。それから、こういう紛争の中でどうしてもやっぱり食べ物、安全、そういったものに、困っている人たちっていうのは絶対いますので、まあ、少額でもいいので、寄付をしていくっていうような形で、なんだろう、我々個人としての責任を果たしていくっていうことが大事なんじゃないかなというふうに思いましたと。はい。まあ、ちょっとこういうような形で少しスケールが大きいというか、深刻な話にはなってしまったんですけれども、結構この共感の話ってチームの作り方とかっていうところにも、つながってくるところだと思いますと。この共感を使った、なんだろう、チームというかビジネスを作っていくっていう形に関しては、一橋大学の、野中育次郎先生が、最近よく書かれている、共感経営っていう本の中にものすごく、詳しく、書かれているので、そちら、とてもおすすめなので概要欄に貼り付けておこうと思います。こちらでもですね、実際ビジネスの事例を通じて、共感の力を使って人を動かしていって結果高い成果を上げるみたいな話がたくさん上がってますので、よろしければそちら読んでいただけると嬉しいかなと思います。本日は以上にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではまた。